10年ぶりのこっくりさん。5月16日、18時50分。安藤匠は腕時計に目をやると急ぐのをやめた。もうどうあがいても間に合わない。連絡は入れてあるし、ゆっくり行くか。小学校の同窓会をやる。その連絡が来たのは1ヶ月前だった。集まるのは 六年生の時のメンバー。小学校の時の友達とは中学までは付き合いがあったが、中学を卒業し、高校が別々になると、会わなくなった。だから、その頃の友達と会うのは約十年ぶりになる。久しぶりすぎて、誰が誰だかわからないかもな。そんなことを考えながら会場に向かう。少しの不安と、 少しの期待が混じり合う。匠は人見知りで、口数も少ない。たくさんの人が集まる場所が苦手である。しかし、今回は古い友達に会う。久しぶりとはいえ、初対面じゃない。共通の話題を見つけなくても、とりあえず懐かしいなで話ができる。緊張もあったが、楽しみでもあった。そうこうしているうちに、現地に着いた。 口元がわずかに緩む。二十分遅刻。予定より少し早く着いたな。匠は視線を腕時計から会場に移すと中に入っていった。五月十六日十九時二十三分。受付に二人の女性がいた。こんばんは。小柄な女性が挨拶してきた。ああ。 こんばんは。お名前は安藤匠海。拓海くんえあ、もしかして霧か、霧島か霧島玲子そうだよ、懐かしいね。おお、久しぶりだな。霧島玲子。小学校の同級生で、中学では別々のクラスになったが、時々遊んでいた。 当時はなんとなくぼやっとした印象だったが、すっかり大人の女になっていた。十年ぶりだから、当然といえば当然か。綺麗になった。素直にそう思った。どうしたのあ、いや。見とれてしまっていたらしい。なんでもないよ。できる限り冷静に答えた。会場はあっち。みんなもう集まってるよ。 霧島は来ないのか私ももう少ししたら行くよ。わかった。じゃあ、取れな。うん。会場はすでに盛り上がっていた。立食パーティー形式で、ちょっと疲れたら休めるように、椅子も用意されている。エミリー、一番わかりやすい人物に声をかけた。匠匠だよね。そうだよ。 匠久しぶり。すっかり大人の男だね。そりゃあな。エミリーは、やっぱり大人になっても綺麗だな。お政治も上手くなったね。エミリー・ラントス。親はアメリカ人だが、小学校の頃から日本に住んでいて、日本語はペラペラ。小学生の頃は、霧島たちと一緒によく遊んだ。欧米人は、日本人と比べると、 大人見て見えることがある。当時エミリーは、小学生の俺たちから見ると、年上のお姉さんという感じだった。垢抜けていて、男の子たちの憧れの的だった。そして、サバサバした明るい性格から、女の子にも人気があった。匠、受付で礼子に会ったああ、あったよ。一瞬誰だかわからなかったけど。 綺麗になったでしょ玲子。そうだな。綺麗になった。玲子は小学生の頃、匠のこと好きだったんだよ。えそうなのかやっぱり気づいてなかったんだね。まあいいや。けど、十年ぶりに会った子が昔より綺麗になってた。そして、その子は昔、自分のことを好きだった。あとはわかるよね。何をお望みで このシチュエーションをフル活用して付き合っちゃいなよ。玲子、彼氏いないって言ってたよ。楽しそうだな、エミリー。ま、後で話してみるよ。うん、そうして。結果は、ちゃんとお姉さんに報告するように。わかった。なになに、何の話あれあんた、安藤拓海そうだけど、私のこと覚えてない誰だ 思い出した。菊川か。菊川泉。そうそう。久しぶりじゃん。元気まあ、ぼちぼちな。菊川泉。少しぽっちゃりした体型に反して、はっきり物を言う長所をきついタイプだが、お得づきする雰囲気を持っており、結構モテた。当時は確か、セミロングぐらいの髪だったはずだが、今は首が見えるぐらいのショートにしている。 匠、あんたも大人になるんだね。なんだよ、その感想は。俺だけ小学生のままだと思ったのかうーん。なんか大人の匠に違和感があるというか。そうね。匠は子供っぽかったから。子供だったんだからいいだろ、そこは。そんなしょうもないやりとりをしていると、霧島玲子がやってきた。あ、玲子、受付は終わったうん。 もう出席予定の人は全員来たからね。私も飲ませていただきます。お疲れ様、玲子。はい、これ。あら、ありがとう、泉。玲子は、泉からビールのグラスを受け取ると、ぐいっと一気に飲み干した。豪快に飲むな。あ、安藤君。うん。親がお酒強いせいか、私も結構強いみたいで。玲子は、 少し照れたように言った。ようお前ら、久しぶりだな。この調子のいい口調は、やっぱりお前か、司。やっぱりってなんだよ。その軽い感じがな、昔と変わってない。今も昔も軽い男ってことかまあそうなるよな。そうね、仕方ない。同意。まあ、クリュウ君らしくていいってことじゃないお前ら、 久々に会ったっていうのに、扱いが雑すぎないか司さはそう言うと笑った。くりゅうつかさ。イケメンで明るく、昔から女にモテる。高校に入ってからサーフィンを始めたようで、常に日焼けしている。しかし、軽い性格のため、あまり一人の女性と長続きはしないようだが、本人は特に気にしていない。小学生の頃、 俺たち五人は特に仲が良かった。久しぶりに五人揃って、近況や昔話に花を咲かせた。だいぶ酒が入り、立っているのが面倒になってきた俺たちは、椅子の方へ移動した。椅子を動かし、五人で丸くなるように座る。そういえば、小学生の頃も、放課後こうして、丸くなって話していたことを思い出した。昔も、 こんな感じで話したよね、放課後。そうだったね。楽しかったな、あの時間。コックリさんやったの覚えてるやったやった。なんか流行ったよね、一時。そういえば、女子の間で流行ってたな。あんたらも私たちと一緒にやってたじゃん。あれは、お前らに付き合ってやってただけだよ。なあ、匠。んああ、そうだな。 アメリカにもビジャボードっていうのがあるよ。コックリさんは紙に書いてやるけど、ビジャボードは普通に店で買えるの。エミリーが言った。へえ、そうなのか。久しぶりにやってみたいね、コックリさん。酔っているせいか、そういうのをたしなめそうなタイプのレイコが言った。あ、いいね。やるそうね。大人になってやったらどうなるか。 気になる。泉とエミリーは乗り気だ。つかさどうするしょうがねえ。また付き合ってやるか。昔みたいに。酔っ払いというのは、こんなものである。乗りが軽い。しかし、まさかここでやるわけにはいかないよな。もうすぐお開きっぽいし。あ、どうせなら、そういう雰囲気のあるところでやるか。 そういう雰囲気って何よ心霊スポットみたいな人気がない場所だよ。女子かさ、ググれ。いやいや、お前も探せよ。え俺もかしょうがねえな。酔っ払いの男二人で、それっぽい場所を探し始める。とはいえ、酔っている上に女性が一緒だ。あまり変なところはまずい。匠、見つかったか いや、そうそう都合のいい場所なんてあるもんじゃないな。俺と司が場所を探している間、女子三人はガールズトークで盛り上がっている。あ、そうだ。なんだ。仮想場で働いている友達がいる。あいつに頼んでみよう。そう言うと、司はその友達に電話をかけた。時間にして三分ぐらいだろうか。電話が終わると、司は俺の方を向いて、 にやりとした。仮装場、使っていってよ。雰囲気もあるし、いいだろ。ほんとかよ。大丈夫なのかあいつには貸しがあるしな。今日は残業でもう少し残るらしい。で、明日は朝一で出勤するから、それまでだったら OK だってよ。なるほど。じゃあまあ、お言葉に甘えるか。女子三人に声をかけると、 俺たちは仮装場へと向かった。5月16日、21時27分。タクシーで仮装場に着いた俺たちは、司さの友人に会った。あまり乗り気ではなかったが、明日の朝一で出勤するのは自分だからと、その時間までの限定で、一部の部屋の使用許可をくれた。この友人は、司さに一体どんな借りがあるのか。 気になったが、忘れることにした。つかさに聞けば喋るだろうが、友人としては話したくないことかもしれない。なあ、あっちの離れみたいのは何だつかさが友人に尋ねた。今いる部屋の窓から少し古びた建物が見える。それのことを言っているらしい。ああ、あれは休館だよ。今は使ってない。近々取り壊しになるんだ。 あっちは使っちゃダメなのか明かりがつかないんだよ。真っ暗だし。椅子やテーブルはまだ置いてあるけど、しばらく掃除もしてないから、汚れてるぞ。あっちの方が面白そうなんだよな。懐中電灯とかないのかあるけど。まあいいよ。ただし、使っていい時間は、明日俺が出勤するまでだぞ。OKOK。じゃあ休館をお借りしよう。 俺たちは、懐中電灯を借りると、休館に入った。当たり前だが、真っ暗だ。懐中電灯をつけて、中を照らす。中は、不気味な雰囲気を漂わせていた。入り口のドアを開けると通路があり、左側に待合室があった。中に入ると、司の友人が言っていた通り、確かにテーブルと椅子がある。しかし、 予想以上にホコリが積もっている。これは、一旦掃除する必要があるな。ここ、水は出るのかなどうかなちょっとトイレに行ってくる。トイレットペーパーがあれば、それを水で濡らしてやれば、ホコリも取りやすい。電気はつかないぞ。懐中電灯があるから問題ない。霊感など持ち合わせていない俺にとって、 明かりで足元さえ照らせれば、夜のトイレなど怖くはない。暗がりで何も見えず、つまずいて転んだりする方が、よっぽど現実的な怖さだ。テーブルと椅子がある待合室を出て、左側に歩くと、すぐにトイレはあった。通路の手前が女子トイレ、奥が男子トイレだ。俺は男子トイレに入ると、個室を覗いた。トイレットペーパーはある。 それを少し長めにちぎって、今度は手洗い場で蛇口をひねる。水は普通に出た。トイレットペーパーを水に濡らして、持って行くことにした。トイレットペーパーを濡らしながら、ふと顔を上げる。目の前には鏡。鏡の中に、懐中電灯に照らされた自分と、薄暗いトイレが見える。なるほど。暗闇の中、 体重電灯の明かりだけで見る鏡の中の世界は、なかなか不気味なものだ。怖い話によくトイレが登場するのもうなずける。カタン。不意に、トイレの奥の方から音がした。見ると、一番奥の個室のドアが、かすかに揺れている。誰もいないはずだが。鳥肌が立った。が、もし何かがいて、 俺に何かしようとしたのなら、音を出したのはミスでしかない。もしいたずななら、音を出した奴は、俺が怖がってトイレから逃げ出すのを見て、笑うつもりなのだろう。ならば、やることは一つ。俺は回収電灯を奥の個室に向けたまま、そちらに向かって歩き出した。逃げ場がないのは俺じゃない。そこで音を出した何かだ。個室の前まで来て、 足で軽くドアを押す。少し待って、中を覗く。何もない。十秒ぐらい待ったが、何も起こらない。個室に背中を向けて、入り口の方へ歩き出す。二三歩進んだところで、個室の方を振り返った。何もない。何もないと思わせて、背中を向けたら脅かすパターンかと思ったが、そうじゃなかったらしい。 もっとも、霊感がないから何も感じないのかもしれないが。俺は、表示抜けした気持ちで、濡れたトイレットペーパーを持ち、待合室に戻った。遅かったね。まさか、何かあったああ、なんか、個室の一番奥の音がして、行ってみたけど、何もなかったよ。たくみくん、それって、 幽霊かなわからないな。俺、霊感ないし。霊感なくても、そういうの怖くないの私は、霊感あるから無理だわ。泉は不安そうに言う。そうなのかまあでも、気にしてもしょうがないだろう。匠らしいね。動じない感じ。何があってもテンション変わらない。それ、褒められてんのか微妙だな。褒めてるよ。 お、そうなのか。じゃあ、素直に喜んでおくか。そうして。泉、霊感あったのかつかさが不意に尋ねる。あるよ。でも、ここはそんなに嫌な感じはしない。何かいるのは感じるけど。泉は、ぶるっと震えながら言った。うーん,、うん、そうなのか。まあ、嫌な感じがしないなら、いいよな。 テーブルも綺麗になったし、コックリさん、やろうぜ。つかさは、紙とボールペンをテーブルに置いた。どんな感じに書くか、覚えてるか誰ともなく、司さが尋ねる。私は覚えてるよ。散々やったからね。泉はそう言うと、コックリさんをやるための文字や図を、スラスラとボールペンで書き始めた。お、すげえ。 やるな、泉。まあね。こうして、十年ぶりのこっくりさんの準備は、案外あっさりと整った。じゃあ、始めるか。みんなが席に着く。泉、仕切ってもらえるうん、いいよ。じゃあ始めるよ。みんな、人差し指を十円玉の上に置いて。五人の人差し指が、 十円玉に集まる。コックリさんコックリさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、はいへお進みください。全員で言う。しかし、十円玉は動かない。動かないね。もう一回、行くよ。コックリさんコックリさん、どうぞおいでください。もしおいでになられましたら、 いへお進みください。すると、十円玉が動き始めた。いのところまで動いて、止まる。誰か、動かしたかいや、動かしてない。動きもない。つかさが変なことを言う。動いたね。じゃあ、誰か聞きたいことはあるそう言われて、全員が言葉に詰まった。 なんとなく、コックリさんをやろうと思っただけで、何を聞くとか考えていなかった。子供が聞かなそうなことを聞いてみるか。俺は言った。子供が聞かなそうなことって俺、起業しようと思ってるんだ。それがうまくいっか、聞いてみよう。匠くん、自分で会社やるんだ。麗子が呟く。あんた、 そんな大事なことをコックリさんに聞くの聞くだけな。コックリさんがうまくいくって言おうが、ダメって言おうが、俺の決断に変わりはないから。ま、とりあえず聞いてみよっか。エミリーが促した。自分で言っておいてなんだが、大人になるとこんなものかと思った。大人になっても、お金を払って運勢を聞いたり、悩みを相談したりするが、 相談相手は同じ人間。定級令を呼ぶだけというコックリさんで、大人が真剣に悩みを聞くことなどないだろうから、こんな反応になるのも仕方ないかと思った。じゃあ匠、聞いてみなよ。よし。じゃあ聞くぞ。コックリさん、コックリさん。私の起業はうまくいく。失敗する。どちらですかすると、 十円玉はゆっくりと動き、わ、か、ら、な、い、と答えた。わからない、か。まあ、ある意味真っ当な回答じゃないか。こんなもんだろ、こっくりさんなんて。子供の遊びだしね。もともと定休令を呼び出すものだし、大した力はないのよ。みんな、結構言いたい放題だな。 本当にね。あ、手離しちゃった。気づくと、全員が十円玉から手を離していた。コックリさんは、帰ってもらうまで指を離してはいけないというルールだったはずだが、誰も気にしていなかった。そういえば、指離しちゃいけないんだったね。忘れてたわ。まあいいんじゃないうん。もう少し盛り上がると思ったんだけど、こんなもんか。 ちょっとトイレ行ってくるわ。つかさは、そう言うと立ち上がった。ガチャ。あれんどうしたドアが開かない。何つかさ。こっくりさんがいまいちだからって、無理に盛り上げようとしなくてもいいのよ。エミリーが言うと、違う。本当に開かないんだ。ちょっとこっちに来て、開けてみろって。本当か 俺は近寄り、ドアに手をかける。ほんとだ。ノブも回らない。え、冗談じゃないのわからない。特に変な感じはしないけど。みんなで言いたい放題言ったから、怒ったのかもね。で、ちょっと意地悪したくなったのかも。霊も拗ねたりするのか元は人間だったり、動物だったりするわけでしょ 拗ねることもあるんじゃないみんな、怖くないの猫は不安そうに呟く。俺は霊感ないからな。古い建物だから、建て付きが悪いのかも、とか考えてしまう。でもよ、ドアノブまで回らなくなるかうん。仕方ない。ドアノブを壊すか。え、それはまずいんじゃない 開かないものは仕方ない。匠、手伝え。どうするんだなんか道具がないか探そう。バールみたいなものがあればいいな。俺と司は手頃なものを探したが、これといって使えそうなものはない。仕方なく、蹴り破ることにした。あまり気は進まないな。どうせ壊すんだろ、この建物。だったら、別にいいじゃないか。 確かに、司の言うこともわかるが、工事で壊すのと、俺たちが壊すのとでは、結果は同じでも、意味が違ってくる。しかし、他に方法がないのも事実。よし、行くぞ。司はそう言うと、ドアノブの右側に立って、少し助走をつけるようにして、後ろに下がった。ガン前切れのような蹴りが、 ドアノブの横側に当たった。音からしても結構な勢いで蹴ったはずだが、ドアノブはびくともしない。なんだよ。びくともしないって。本気で蹴ったんだぜ。いくらなんでもおかしいだろう。つかさは少し怯えている。つかさ、足は大丈夫か足ああ。 確かに。何どういうことつかさは思いっきり蹴った。でも、ドアノばはびくともしない。司の足もなんともない。空手で、いたわりるだろあれ、割れればどうってことないけど、割れないとものすごく拳が痛いんだよ。それと同じで、ドアノぼを思いっきり蹴って、ドアノぼがびくともしてないなら、蹴った司は、 足を痛めてもおかしくはない。なのになんともない。なんかおかしいだろ。そうね。もしものすごく硬いものを蹴ったなら、足にその衝撃が残るし、痛めたりするよね。なんていうか、感覚的には、衝撃を吸収されたみたいな感じだな。でも、あんなにでかい音がしたのに。誰もが、 戸惑いを隠せなくなってきた。どうなってるんだろうね。玲子が近づいてドアを調べ始めた。見た目は普通のドアなんだけどな。どうなってんだか。ガチャ。あれ開いたよ見るとドアが開いて暗い廊下がぽっかりと穴を開けたように見えている。どうやったんだ どうって、ただ普通にドアを開けただけ。開けた麗子自身も、信じられないといった表情をしている。まあ、よくわからんけど、開いたからよしとするか。でも、気味が悪いよね。ねえ、もう帰らないそうだね。その方がいいかも。泉と麗子は怯えている。エミリーは、何か考えているようだ。 ちょっと待て、トイレだけ行かせてくれ。そうしたら帰ろう。司さはそう言うと、トイレに向かった。ドアは開けといた方がいいな。また開かなくなったら困る。誰も、口を開かなかった。ただ黙って、司さが戻ってくるのを待った。俺は、なぜドアが開かなかったのか。なぜ突然、 何の前触れもなく開いたのかを考えていた。開かなくなったきっかけは何だっただろう。ドアが開かなくなる前何があったエミリーが言ったように霊が拗ねていたずらしたのだろうか。しかしその前提は霊を信じない俺には納得のできるものではなかった。エミリーの説は霊が存在していることを前提にしている。もっとも、 彼女は本気で言ったわけではなく、そのままノリで言っただけかもしれないが。例の仕業ではないとすれば、他に理由があるはず。霊がいるかどうかはともかく、ドアが開かなかったのは事実だし。つかさ、遅くない泉の声で、思考の空間から現実に引き戻された俺は、時計を見た。司さがトイレに行くと言った時に、 何気なく時計を見たが、その時から、十分弱経っている。確かに遅い。そう言われてみれば、ちょっと見てくるよ。俺は椅子から立ち上がると、トイレに向かった。静かだった。音の消えたテレビのように、物音一つしない。つかさ。呼びかけるが、 返事はない。トイレのドアを開けるきいい。さっきトイレに行った時、こんな音したか。したのかもしれない。けど、あの時は気にならなかった。今は、さっきとは状況が違う。例がいると信じ込んでいれば、写真に写った何でもないシミも、人の顔に見えたりする。 今の俺は、さっきのドアの剣から、例の存在を信じ始めている。だから、ちょっとした音や出来事を、そっちと結びつけてしまうのかもしれない。何でもない、ドアを開ける音さえ、不気味に聞こえてしまうのかもしれない。つかさ、いるのかドアを開けると、司がいた。おい、何やって つかさは、壁に寄りかかって、鏡を見ている。が、表情がおかしい。驚いた時の表情そのままに、目を見開いて、全身が震えている。震え方が尋常ではない。物音一つしない空間の中で、震えで歯がぶつかり合う、カチカチという音だけが、響いてくる。おい、つかさ、どうした大丈夫か どう見ても大丈夫ではないが、大丈夫じゃない人を目の前にしたとき、決まり文句のように大丈夫と言ってしまうものだ。つかさ。反応がないつかさに向かって、今度は大きな声で呼びかける。匠そうだよ。どうしたんだ一体。トイレに入って、用を足して、手を洗おうと、 手洗い場に来たんだ。で、手を洗って、蛇口を閉めて顔を上げたら、鏡に映った。俺の顔が、俺の顔が、つかさ、落ち着け。今俺もいる。大丈夫だ。お前の顔がどうしたんだ俺の顔が、崩れてたんだ。 崩れてた俺の顔が、刃物で切り裂かれたみたいに、傷だらけで、肉が落ちて、何かを見間違えたんだよ。お前の顔は何ともない。イケメンのままだ。けど、確かに俺は、大丈夫だ。さあ、みんなのところに戻ろうぜ。震えが止まらないつかさを支えながら、 俺たちは待合室に戻った。司さが何を見たにしろ、それが例の仕業だったとしても、関係ない。三人と合流して、ここから出る。それでいい。明日になれば、いつも通りの日常だ。どうしたの、二人とも。司、さ、すごい震えてるけど、何かあったのそういう話は、ここを出てからにしよう。とにかく、 ここを出よう。泉、司のカバン持ってくれるかうん、いいよ。荷物を持ち、待合室を出て、入り口に向かう。ドアが開かないとかはやめてくれ。おそらく、全員そう思っていただろう。放心状態の司を覗いて。ぎー。入り口のドアは、建物が古いせいか、 自動ドアではなく、押して開けるタイプのものである。エミリーがドアを押すと、嫌な音が鳴ったが、ドアは開いた。よし、助かった。ドン一瞬、何が起こったのかわからなかった。大きな、何かが爆発したような音がしたと思ったら、ドアを開けたはずのエミリーが、後ろに吹き飛ばされ、 俺とつかさにぶつかった。ぶつかった勢いで、俺とつかさは倒れ、その上に被さるように、エミリーが倒れ込んだ。キャー何、何なんなのえ、ちょっと、大丈夫今何があったのってって。おい、エミリー、大丈夫かうん。ごめん、二人とも。つかさは倒れても震えが止まらず、 焦点が合わない目をしている。今、どうなったんだドアを開けたと思ったら、急に強い衝撃が来て。わからない。ドアを普通に開いて、出ようとしたら、急に吹き飛ばされたの。それで、そのまま二人にぶつかって。意味がわからなかった。ドアを見るが、見た目は特におかしな点はない。 つかさを一旦そのままにし、俺はドアに近づいた。みんな、離れてろ。ドアに手をかけ、押してみるが、びくともしない。試しに引いてみたが、動かない。ドアが、動かない。そんな。待合室の時と同じだ。一体、これは何なんだ 例なんていないと、何度自分に言い聞かせても、説明がつかないことを何度も見せられると、確信が揺らいでくる。例は、いるのかもしれない。そして俺たちは、狙われている。みんな、落ち着いて。確かに色々おかしいけど、私たちは危害を加えられたわけじゃない。つまり、そこまでの意志はないか、そこまでの力はないか。 どちらかよ。でも、さっきエミリー吹き飛ばされたじゃない。あれは、危害を加えようとしてそうなったわけじゃないと思う。事故みたいなものよ。きっとそうよ。エミリーは平静を装っているが、体が震えている。怪我をしたわけではないが、さっき吹き飛ばされたことが、精神的にかなり答えたようだ。確かに。 すかさもこんな状態だけど、別に直接何かをされたわけじゃない。冷静に考えよう。霊がいるとして、そいつの目的は何だコックリさんをちゃんと終わらせなかったから、怒ってるだけか冷静に考えようと言っておきながら、霊がいることを前提にしていることは、滑稽かもしれないが、今この場では、それが正しいような気がした。 違うような気がする。泉が言う。違うって、どういう意味だ言ったでしょ。ここには何かいる気がする。でも、嫌な感じはしないって。けど、私たちはここで、コックリさんをやった。そして、ちゃんと終わらせずにやめてしまった。行き場をなくしたコックリさんは、ここにもともといた霊に取り付いた。 例が例に取り付くそんなことあるのか融合したって言った方が正しいかもしれない。多分、もともとここにいた例は人間。コックリさんはタヌキとかキツネとか動物例。本来は一緒にならないものがくっついてしまって、全く別の例を作り出してしまったのかも。キメラみたいなもんか。 キメラってキメラっていうのはギリシャ神話に出てくる怪物だ。ライオンの体、ヤギの顔、尻尾がヒビっていう姿で描かれるけど、それ以外のいろんな動物が融合した生物として描かれることもある。今でも複数のもので構成されるものをキメラって呼んだりもするんだ。複数の霊が融合して、そのキメラみたいになったってこと 多分、ね。どうしよう。こんなことになるなんて。エミリーが動揺している。彼女は子供の頃から、そういう姿を見せたことはなかった。年上のように慕われていたせいか、本当はいろいろあったはずだが、クラスメイトの前ではもちろん、俺たちの前でさえ、弱気な姿を見せたことはなかった。やっぱり、 コックイさんなんてやめればよかった。どうしよう。私たち、死んじゃうのかなエミリーの動揺を見たせいか、もともと情緒的な泉が、とんでもないことを言い出す。落ち着け。さっきエミリーも言ってたろ。俺たちは、危害を加えられてるわけじゃない。落ち着いて、ここから出る方法を考えよう。私が調子に乗って、 こっくりさんやろうなんて言わなければごめんねエミリー違うよ最初にコックリさんをやってみようって言ったのは私エミリーは悪くないのだから落ち着いてこれからどうするか考えようレイコエミリーは泣き出してしまったそんなエミリーをレイコが抱きしめてなだめている 小学生の頃、これと逆の光景を見たことがある。パッとしない子だった麗子は、いじめられることがあった。そんな時、エミリーは決まって麗子を守り、泣き出す麗子を抱きしめていた。そうよ。麗子はいけないのよ。コックリさんやろうなんて言い出すから。つかさがあんな風になったのだって。さっきまで、泣きそうな顔をして、 うつむいていた泉が、突然つぶやいた。泉、落ち着け。今誰かの生徒が言ったってしょうがないだろう。何よ。どうせあんたも、玲子の味方なんでしょう。わかってるのよ。子供の頃から、私は玲子と対照的だった。玲子はおとなしくて、いい子って思われてた。でも私は、ちょっとしたことで疑われたり、 怒られたりした。中学に入ってから、いろんな男から玲子を紹介してくれって言われたわ。気に入らなかった。なんで玲子ばかり泉、私は泉が羨ましかったよ。いつも明るくて、友達もたくさんいて、男の子にもモテた。私にはないものをたくさん持ってて、いつも羨ましいって思ってた。 私も、そんな風になれたらって。何よ。こんな時まで言いこぶらないでよ。私は。泉、落ち着けって。玲子は言いこぶってるわけじゃないよ。それに、泉には泉の魅力がある。どこが魅力的か知りたければ、後でいくらでも話してやる。だから、今はここから出ることを考えよう。そうだ、泉。玲子を。 攻めるな。一瞬、誰の声かわからなかった。さっきまで倒れて、震えていたはずの司さが、いつの間にか起き上がり、俺たちを見下ろしている。司、さ、大丈夫なのか呼びかけるが、どこかおかしい。玲子、俺と一緒に来い。 こんな奴ら放っといて、俺と来い。司さの声だが、司さの声じゃない。おかしなことを言っているのはわかるが、そうとしか言いようがない。おい、司、さ、お前、何言って、黙れ匠。玲子、は、お前には、渡、さん。 明らかに、ここに来た時の司ではない。どういうことなのかわからないが、普通ではないことは理解できる。イ子とエミリーは、震えながら司を凝視している。司は、ゆっくりとイ子の方へ近寄っていく。クリュウ君、やめて、来ないで。待ってよ司、なんで玲子なの私がいるじゃん。私と、 おかしい。邪魔をするな。つかさは、泉を払いのけるように、顔を手のひらで殴った。やっぱりおかしい。つかさは軽い性格で、女性関係も派手だが、女性に暴力を振るうような男ではない。レイコ、エミリー、逃げろ俺はそう叫ぶと同時に、つかさに体当たりした。 身長185近くある司さは、俺より10センチほど背が高いが、不意をつかれたせいか、通路の壁まで弾き飛ばされた。その隙に、レイ子とエミリーは待ち合い室へ駆け込む。泉、立てるか。匠、なんで私、ひどいこと言ったのに。ひどいことそんなこと言ったか。異常な状況で気持ちが高ぶってただけだろ。 行くぞ。レイゴたちと合流するんだ。うん。司さが、ゆっくりと起き上がろうとしている。倒れた泉を起こし、俺たちは待合室に駆け込み、鍵を閉めると、こっくりさんで使ったテーブルを、ドアの前に移動させた。うん、二人とも、大丈夫かうん。大丈夫。エミリエはかすかに笑い、うなずいただけだったが、 だいぶ落ち着きは取り戻したようだ。玲子、ごめんね。私、ひどいこと言って。ごめん。気にしてないよ。言ったでしょ。私だって、泉に嫉妬してた。何度もずるいって思ったよ。だから、おわいこ。うん。 空気を壊すようで悪いんだけど、まだほっとするのは早い。つかさがなんでああなったのかわからないけど、俺たちはまず、ここから出る必要がある。やることは二つだ。ここから出る。つかさを元に戻す。でも、どうやってそれを考えるんだ。ドンドアが大きな音を立てて、建物全体が揺れたような衝撃を感じた。 司さがドアを開けようとしている。レイコ出てこい。レイコあまり考えてる時間はなさそうだな。匠、こっちの窓から出られないかなエミリーがドアとは反対側の窓を指さした。さっき閉じ込められていた時は、まだ建物を壊しちゃいけないという理性があった。が、 今の俺たちにそんな余裕はない。今のつかさは何をするかわからない。捕まるわけにはいかない。ここは一階だから、窓が開けば出られないことは。窓の鍵を外し、横に動かしてみる。だが、動かない。予想していたことだが、窓は開かない。思い切って、椅子で窓を叩いてみたが、窓が割れるどころか、 椅子の方が壊れてしまった。ダメか。ねえ、外が静かになったよ。つかさ、どこかに行ったのかなドンキャッ窓から離れた瞬間、またドアを壊そうとする音がした。なんでかななんでって、何が匠、もう一回椅子で窓を叩いてみて。いいけど、 ダメだったろ。いいから。何かに気づいたらしいエミリーの言葉に従い、俺は椅子を持った。その間も、ドアを蹴破ろうとする音が響く。椅子を持ち上げ、今度は先ほどよりも強く叩きつけた。だが、結果は同じ。椅子が壊れ、窓にはひび一つ入っていない。やっぱりダメか。気づいた。 何が匠が椅子を持って窓を叩きつけるまでの間、その間だけ、それまでずっと続いていたドアを蹴る音が、止むの。それって。多分だけど、窓を破られないように力を使っている間は、それに集中しないといけないのかも。だから、その間はドアを蹴れない。つまり、 別のことに注意を向けさせれば、窓は開くってことか。多分ね。どの道、今のままじゃどうにもならない。その可能性に賭けよう。俺が司の注意を引くから、三人はその間に窓から外に逃げろ。そんなのダメだよ。匠くんに何かあったら。俺は大丈夫だよ。三人が逃げる間だけ時間を稼げばいいだけだし。 俺も隙を見て逃げるから。でも、ドン。レイコ、気持ちはわかるけど、今は司さの覚悟を組んであげよう。私たちがもたもたしてたら、それも無駄になっちゃうから。匠、後から絶対来てよ。当たり前だろ。死ぬ気なんてない。わかった。でも、絶対に後から来てね。 ああ。じゃあ行くぞ。俺はドアの方へ行って、つかさの注意を引く。隙を見て、三人は窓から外に出る。で、人の入れ所まで逃げる。いいな。OK。よし。行くぞ。俺は自分に言い聞かせるように言うと、ドアに近づいた。もうドアが壊れるのも時間の問題というところまで来ていた。ゆっくりと、 ドアの前に置いたテーブルを横に移動させる。ドーンもう一度蹴られた直後、俺はこちら側からドアを思いっきり蹴った。壊れかけていたドアは、ついに限界を超えたらしく、司がいる通路側に向かって倒れた。こちらから蹴られることを想定していなかったと見えて、司は壊れたドアがぶつかった衝撃で、後ろに倒れた。今よ。三人は、 その隙に窓を開けて、外に出た。予想通り、注意を逸らした結果、窓は開いた。あとはこいつを何とかすれば。でも、どうすればいいどうすれば司さは元に戻る殴れば出ていくのかそれとも、交渉人みたいに説得か考えている間に、司さがゆっくりと立ち上がった。司。さ。 なんだ、匠。お前、正義の味方のつもりか自分が犠牲になって、三人を逃がすつもりか俺は正義の味方ほど優しくねえし、犠牲になるつもりもない。ただ、お前の身勝手さに腹が立って、どうやってぶっ飛ばそうが考えてるだけだよ。お前はそうやって、昔からそうだ。 俺が振った女は必ずと言っていいほどお前に泣きついた。好感度でも上げたかったのかそのおこぼれで何人ものにした俺はただ泣いてる女の話を聞いて慰めてただけだ。お前が言うおこぼれをもらったこともない。たく、いつまでもそんな過去のことを根に持ちやがって。 しかも言いがかりじゃねえか。もっと器のでかい奴かと思ってたけど、とんだ小物だったな。つかさとやりとりをしながら、俺は三人が早く遠くへ逃げてくれることを願った。もう外に出られただろうか。キゃあ。外から女性の悲鳴が聞こえた。なんだ、外には誰も。逃げられると思った。 ここは仮想場だよ。無念を残して死んだ人間もたくさんいる。彼らは、生きている人間が憎い。玲子だけ渡せば、後の連中は好きにしていいって言ったら、喜んで協力してくれたよ。ふ <laughs> 玲子は、俺のもんだ。いい加減正気に戻れつかさ。 いつの間にか開けはがたれた入り口の向こう側に、霊子たちはいた。人の形に似た、妙なものに囲まれている。あれは何だ、霊、なのか霊子はな、俺がくどいた女の中で、唯一落ちなかった。他の女は、全員二つ返事で OK したのに。 玲子だけは。だけど、今度こそ物にしてやる。やけに玲子に執着すると思ったら、そんな理由かよ。くだらねえ。さっきイケメンと言ったの取り消すよ。格好悪いわ、お前。喋りながら、少しずつ玲子たちの方へ移動する。負け惜しみかこの状況で。 玲子、俺の方へ来い。俺を受け入れれば、他の連中は逃がしてやる。拒否すれば、どうなっても知らんぞ。ふっ。そんな。玲子、行くことないよ。うん。案内する言うこと聞くことない。あのバカの目は俺が触らせる。だから行くな。みんな。 レイたちの前まで来た。あとは、逃げるだけ。レイコ、なんで俺を拒否するなんでだなんでだよ私は、タクミが好きなの。それに、友達をひどい目に遭わせる人となんて、付き合えない。そうか、そうかよ。 ならいいよ。殺せばいい。つかさ、いい加減に、手に入らないなら、殺せばいいだろう。そこには、俺たちの知っているつかさの面影すらなかった。完全に狂ってしまっている。ひず <laughs> 泉は、恐怖で顔を引きつらせている。気丈なエミリーも、怯えている。玲子は、 痛いくらい俺の腕を握りしめている。それはそうだろう。俺だって怖い。霊感がないはずの俺にも、無数の霊が見えているという事実よりも、司の狂気の方が恐ろしい。しかし、ここで冷静さをなくしたら、終わる。司が近づいてくる。発狂したが、まだ霊子への未練があるらしく、 近づく間に気が変わる可能性を考えているのか、歩みはゆっくりだ。周りの霊は、漂っているだけで、特に何もしてこない。いや、おそらくこいつらは、物理的に何かをすることはできない。だから、さっきから周りにいるだけなんだ。つかさに取り付いている霊に感化されて、付き合っているだけかもしれない。生きている人間を憎んでいるという、 つかさの言葉にも根拠はない。もし本当にそうなら、俺たちがここに来た時に危害を加えようとしてきたはずだ。それがなかったということは、自分からそれができる力はないか、そもそもそこまで強い思いもなく、司さについた霊が怖くて、やむを得ず力を貸しているのか。いずれにしても、周りの霊は放っておいて、司さをどうにかすれば問題ないはずだ。 レイコ、手を離してくれ。え言ったろ。司の目を覚まさせる。だって、どうするのそうだな。まあ、いわゆる、喧嘩だな。周りの霊には、何かをする力はない。俺が司に殴りかかったら、二人と一緒に逃げろ。やだよ。一緒にいてよ。今を乗り切れば。 後で一緒にいられるよ。ちゃんと逃げろよ。俺はそう言うと、司さに殴りかかった。のけぞったが、倒れない。もう一発、と思ったところで、体勢を立て直した司さに掴まれ、そのまま倒された。いわゆるマウントポジションだ。司さは、どこから持ってきたのか、先の尖った木片を握りしめている。 窓を開けようとして壊れた椅子のやつか。いつの間にそんなものを取ったのかわからないが、その目見で俺を刺し殺すつもりらしい。つかさ、いい加減にしろ。お前、そんな奴じゃなかっただろう。礼なんかに疲れたぐらいで、自分を見失ってんじゃねえ。うる、さい。ほんのわずかなが、迷いが見える。つかさ、しっかりしろ。 戻ってこい。つかさは、ブルブルと震え出したかと思うと、一瞬表情が変わった。匠ああ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 。しかし、またすぐに様相が変わり、木片を振り下ろしてきた。俺は力を振り絞って上半身を起こし、司の顎を殴った。木片が首をかすめる。 そのまま体を押して突き放し、起き上がった。つかさはふらふらしながらも、立っている。うわあ。そして、突然規制を上げ、火葬場の裏にある林の方へ、走り去ってしまった。いつの間にか、霊子たちの周りにいた霊も消えている。何がどうなったのかわからない。 しかし、逃げるなら今しかない。匠くん。玲子は目に涙を溜めている。大丈夫だよ。とりあえず、ここから出よう。俺たちは仮想場を出ると、一番近くのファミレスまで行き、ようやく一息ついた。つかさ、どこに行ったんだろう。泉がつぶやく。わからない。 それに、あいつが何であんな風になってしまったのか。に疲れたって言っても、それだけじゃ納得できないんだよな。レ子への思いが、ゆがんだ形で現れたのかな。エミリーの問いに、俺は半分同意したが、それもまた、完全な理由にはならない気がした。ひとまず、ゆっくり休もう。で、朝になったら、 仮想場に戻ろう。司さの友達に事情を説明しなきゃいけない。三人は疲れのせいか、しばらくすると眠ってしまった。俺も体が疲れていたが、眠らずに考えていた。眠れなかったと言った方が正しいかもしれない。もしここに司さが現れたら、そう思うと、眠ることができなかった。 朝8時。俺たちは仮想場に戻り、司の友人を訪ねた。ああ、皆さん、どこにいたんです司に電話したけど、連絡つかないし。申し訳ないです。実は。俺は、昨夜会ったことをすべて説明した。司はおかしくなって、どこかへ行ってしまったこと。 ドアや椅子を壊してしまったことなど、すべて。信じてもらうのは難しいだろうが、仕方ない。そういうことですか。ちょっと信じられないですけど。まあ、嘘とも言い切れないですね。というと、あの休館、本当はもうとっくに取り壊してるはずだったんです。でも、掃除をするために従業員が入るたびに、 妙な物音を聞いたり、声みたいなものが聞こえたりして、私も聞いたことがあるんですよ。妙な物音。誰もいないはずのトイレで。それで、片付けがなかなか進まなくて、一週間ぐらい前にようやく片付いて、やっと取り壊しの日程が決まったんです。信じたくはないですが、やっぱり、何かいたんですね。あそこには。 そうだったんですか。ドアの件は、免称とか必要ないですよ。もう取り壊しが決まってるし、使うこともありませんから。そう言っていただけると、助かります。司さのことは、すみません。どうすることも。司さの友人は、首を横に振ると、少し物悲しそうな表情で、話し始めた。 司さとは、専門学校時代に知り合いました。その頃、人間関係でちょっと辛いことがありまして、自殺を考えていました。けどその時、司が声をかけてくれて、いろんな場所に遊びに行きましたよ。司のおかげで、彼女もできて、私はいつの間にか普通に生活できるようになっていました。司がいなかったら、 今の私はありません。専門学校を卒業してからしばらく会っていませんでしたが、聞いた話では、塚は社会に出てから人間関係で悩むことがあって、かなり心を病んでいたようです。連絡もしてみましたが、音信不通で。それが先月になって、急に連絡が来たんです。会ってみると、思ったより元気そうで、 今度、小学校の同窓会をやると言っていました。久しぶりに、当時仲が良かった友達と会えるのが楽しみだって。その時は、人間関係の問題は、解決したんだなと思っていました。けど、あなた方のお話を聞く限りでは、まだ傷は残っていたのかもしれませんね。確かに司さは、昔は友達思いなところがありました。 けど、昨夜見た姿は、それとはかけ離れていた。社会に出てからの人間関係が、つかさの心を変えてしまったのかもしれませんね。その心の闇に、霊は取り付いた。けど、こっくりさんをやっていなかったら、こんなことにはならなかったかもしれません。怒ってしまったことは、どうすることもできません。 あまり自分を責めないでください。あの、もし司から連絡があったら、教えていただけますか俺たちの方で何か分かったら、連絡しますので。ええ、構いませんよ。俺は、司の友人と連絡先を交換し、三人と共に仮想場を後にした。それから一ヶ月が過ぎた。 司は相変わらず行方不明、司の友人からも連絡はない。どこへ行ってしまったのか。あの日をきっかけに、俺は玲子と付き合い始め、泉とエミリーと四人で会うこともある。しかし、司の話題が出ることはない。全員が意識的につかさの話を避けている。俺にとっても、 トラウマになる出来事だった。しかし、それから数年後、俺たちは、さらに恐ろしい目に遭うのだが、その時はまだ、知る由もなかった。